はい、皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和夫です。今日は佐賀に行きます。というかこの後国会ですね、財務金融委員会です。そしてじゃん、皆さん特製の大根おろし、そして皆さんが盛ると綺麗なさやえんどうサラダ、僕がやってるのと全然違いますね。これ全部佐賀さんの野菜です。そしてこれは私めです、卵焼きです。九州の卵焼きって甘いんですよね。でも砂糖控えめ、そして芋味噌汁、もうこれで今日なくなりますね。そして唐津の田中さんからいただいた明太のなんだっけ、いわし明太漬けですね。ありがとうございます。賞を送りますからね。本当皆さん本当ありがとうございますね。昨日のタクシーの運転手さんもありがとうございます。泣かんでいいですよ、僕はいますからね、大丈夫です。じゃあごきげんよう、良い一日を。最後はどれがいいかな、やっぱりごじちゃんですかね。笑って幸せくるよ、良い一日を。ありがとうございます。